も勇者部、張り切っていこう。おお、ひなちゃんも一緒に頑張ろうね。ええ、はい。でも勇者部の活動というのは具体的に何を？あ、そっか、何も説明してなかったっけ。勇者部はね、世のため人のためになることを勇んでやる部活動なんだよ。かっこいいよね。なるほど、世のため人のためですか。察するにそれは大変なお仕事ですね。いや、それほどでもありますよ。なんであんたが照れるかな。人、泥棒を捕まえたりボートを制圧したりするのでしょうね。え、いえ、そんなことは。困りました。私は勇者の方々のような運動神経を持ち合わせていませんし、力も弱いし走るのも遅いし、とてもお役に立てそうにありません。どうしたらいいのでしょう。ひなちゃん、悩んじゃダメだよ。悩んだ時はね、相談。え、よっしゃ、それではここいらで勇者部五箇条行ってみようか。挨拶はきちんと。一つ、なるべく諦めない。一つ、よく寝てよく食べる。一つ、悩んだら相談。一つ、なせば大抵なんとかなる。以上が勇者部のモットー、すなわち勇者部五箇条なり。よくわかりませんでした。そりゃそうでしょうよ、こんなふわふわした文言。でもそこがいいんだよ、私は好きだな。それで結局具体的には何を？それは実践すればわかるわ。早速だけどこれから行きましょう。今からですか？緊張します。私も頑張ってスリの一人でも見つけないと。浜辺、ここに一体どんな悪人が。いつき、そこよ、その岩陰。はい。え、いつきさんに先陣を。それは指揮官として無謀な策なのでは。確保。え、もうですか。すごい。樹さん、それはまさか爆弾。ペットボトルです。ペットボトル、な、中身は空ですよ。私もゲット。ユーナさんも。それはアルミ缶だ。資源、資源。お、そのっちダメだってば。金属とプラスチックは分けて回収して。あ、そうだったね。はーい。たく、お菓子の包装とか花火の燃えかすとか捨てて。もう。これは表向きゴミ拾いに見えるのですが。その通り。表も裏も単なるゴミ拾いよ。世界を救う勇者がゴミを拾い歩くなんて、一体。ゴミを拾うと海が綺麗になるでしょ。世のため人のためだよ。おかげさまで町の人たちもとっても喜んでくれています。まさかとは思いますが、それが勇者部の主な活動ですか。他にも犬猫の里親探しや幼稚園老人ホームの慰問とか、いろいろ。悪人の討伐などは。私はやりたいんだけどね、そんな依頼なかなかないのよ。依頼？そうそう、勇者部は他の部活の手伝いや市民の依頼を受けよう部なの。は？
いたんじゃない？私も最初はびっくりしたから、わかるわ。地味というか、このような雑用を勇者がされることはないのでは？じゃあ、誰がやるの？一般市民がやれば済むことかと。でも、やってみると意外に楽しいですよ。綺麗になると気持ちいいし。いっぱいいろんなゴミが見れるしね。燃える燃えないリサイクル。私の中では敵を倒すのもゴミを拾うのも同じようなものかな。同じ？身を削って戦うのと細々と人知れず掃除をするのがですか？うん、どっちも人のためになるでしょ。どっちも人を笑顔にする活動だよ。人を笑顔に燃えるゴミはこっち、燃えないゴミはあっち、リサイクル。そのっちったら、すっかりゴミ拾いにはまっちゃって。たとえ敵が攻めてきてなくても、私たちはこういう勇者だった。戦うことだけが勇者の務めじゃない。地味な活動こそ、真の勇者の姿なのよ。私は、なんという心得違いを。ひなちゃん？私は、いつの間にか特別なお役目に、おごり高ぶっていたようです。確かに、勇者とは人々を幸せに導く存在。そのための手段は、一つではない。ひなたんもやろうよ。ゴミの分別楽しいよ。はい、やらせていただきます。アキビ、一つ発見しました。うん、それでこそ勇者よ。巫女である私が勇者？そうだよ、勇者部ではひなちゃんも一人の勇者なんだよ。私も勇者になれたのですね。あ、なんて誇らしい。ひなたん、よくやった。園子さん、ありがとうございます。もう一回褒めていただけますか？ひなたん、いいよいいよ、その調子だ。リサイクルだぞ。あは、ちょっと違うけど嬉しい。私、立派な勇者になってみせます。あの時はまさか、こんなことになるなんて思いもしなかったのです。私が独自に調査した結果、1丁目、2丁目の側溝に大量のゴミが。さらに6丁目の山田さん宅のご隠居さんが前日つまずいた石の撤去を早急に。そして逃げたインコの目撃情報をまとめた書類をお配りしますので。こんなに？すごいね、ひなた。目覚めたって感じ。勇者覚醒。はい、こんな私でも勇者部員としてお役に立てると分かったので、今後は綿密に計画を立てて人々のために活動していく所存です。いや、そんなに焦らなくても。部長がそんなことでどうするんですか？世間は勇者の助けを待っているんですよ。すいません。面倒なことになっちゃったわね。カリンさん、完成型勇者としてあなたにはインコ捕獲の陣頭指揮をお願いします。え、なんで私が？その煮干しを蒔絵にすればいいかと。もったいない。そんなことを言っている場合ですか？路頭に迷ったインコの気持ちを考えてください。わかったわよ。ちょっと、なんとかしてよ。そう言われても。でも、いいことですよ。積極的にやってくれてるんですから。私の仕事も分担できて助かるわ。東郷さんと園子さんは依頼書の整理、優奈さんは部活と委員会へのご挨拶を。はーい。こりゃすごい、次期部長、日向ってのもありえるな。も
勇者の皆さん、本日も張り切ってまいりましょう。